おはようございます。個別返信メールを久々にですね、一般公開でお送りしようかと思います。まあですんで個人名はちょっとね控えさせていただきますんで、メールいただきましてありがとうございます。おはようございます、久保先生と、ADA をインドダックスから OCBC と、はい、いよいよでございます。本当にね、朝追加放送した通りになればいいなと思いますけども、懸念点はたった一つですよね。本当にねいろんなところに出てきてくれてね、私の邪魔をしてくれるというか、なんというか困ったもんですけども、はい、昨日のメールですけども、返信したつもりだったんですけどもね、ちょっと探してみます。すみません、返信したと思ったんですけどもね。はい、でセルフバックもね確定すると振り込み日待ち遠しいですよね。でセルフバックって本当にしつこくやるといくらでもあるんですよ。特に ASP ってのが70社ほど今でも稼働中ですんで、どっかで、ね、できなくなったからこっちでやるっていうのでどんどん行けばいいと思いますし、中にはねカードしかないと思ってる方もいるんですけども、カード以外の方がもう圧倒的に多いですから、カードは審査がありますけども、審査のないやつをバリバリいけばですね、本当にね、1年間で100万円ぐらい作れていきます。今でも作れますよ、これは。なんかね、もうダメなのかなと思ったんですけども、見てみたらありますね、まだまだね。セルフバックはもう、私一つ一つもうやりませんけども、未だに大丈夫です、やっぱり。はい、で、FX ですね。1円から30万っていうのは、速稼塾のプレミアムのセカンドシーズンが今年の夏から始まるんですよね。正式な募集は8月25日の海老名でするんですけども、もちろんね、参加 OK でございます。プレミアムの、前回の一部の方といいますかね、ファーストの方に参加された方は、このセカンドに参加するための追加費用は1円以上です。まあですんでね、続けて1円以上の振り込みをしていただいて、速稼塾プレミアムセカンドも参加していただければと思います。セカンドの方ではね、新しいツールも盛り込みながら、それから今度ね力をつけて私もですね、ちょっとね出て行ってやる分があるということでございます。でもうライブ放送とかもどんどん用いていくということだったんで、リアルタイム度がねさらに増しますよ。これはね、去年にも増してパワーアップしてますんで、去年入ってしまったと思わないでくださいね。今年も1円以上で受けれますんで、まあね、追加でご参加くださいということでございます。動画配信はほぼ見れてるはずなんです。これ以上、だから FX のことですね、これからも発信していきます。まあお楽しみに。失礼します。